やってきました駒神社。これですね、ここの近くにも大きなお寺がありましたね。トーテンポールか、インディアン。出世や、山川さん。巨人者？あ、なんだ、自動車か。商店員、ああ商店員、インデのあれだな、女性の神様、商店です。女性店、駒神社、高句麗天皇が日光東照宮を訪れるのをもう急遽こっちに切り替えたっていう、まあトランプとキム・ジョンがまあ会談があるっていうので、まあそれだけ北朝鮮とつながる、ね、これはなんだ、NHK アナウンサー山田敦子って聞いたことあるな。歌手佐久間秀樹って聞いたことないな。キム・ジョン・ウク俳優チョンっていう日高市長、当然日高市長は、太宰治もそうだったんだ。へえ。折口忍って女性大学学長、対馬、小泉又次郎って、小泉純一郎のお父さん、高島、徳川もいるよ。公爵徳川は甲賀もいる、忍者、ああ
学院千家もいたな。水家かおるさんもあれなんだ。新潟産業大学なんだ。日本人じゃなかったってことか。よし、あ、林博子。その後、唐と新羅の連合志向域にあり、668年に滅亡。この時の乱を逃れた高句麗の貴族や僧侶などが多数日本に渡り、主に東国に住んだが、霊紀2年、そのうちの1799人が武蔵国に移され、新しく駒郡が設置された。地面積だ。法務大臣鳩山一郎、高円宮手植え、三笠宮手植え。平成天皇は
大栗神社。どうしてわかるかっていうと、ちっちゃくくっと書いてあります。北朝鮮の神社。鶴か。丸大豆醤油。高麗王、海運、長沢酒造、製造。さっきのところね。
蓬莱屋敷、うん、こういうふうに蓬莱市駒市か駒氏の家ですって、うん、表座敷、うん、ちょっと大きいんだな。綺麗な花が、あれ、あれは別の日、ボロボロボロの竹か、神社とは言っても
こう書いてあるってことか。順番に書いたんね。いつ来たか。最後になってますね。あら、猫か。リー・マサコ。裁判所長官でした。大臣杉浦、城西大学だよね。麹町にあったもんね、城西大学っていう。内務大臣若槻、順天堂大学小川、山口衆議院議員、尾崎紅葉。はい、じゃあ。
終わります。